マリロシニ、マリロシニ、マリロシニは、クロアチア西部、プリモリエゴルスキ、コタル軍の都市及び、基礎自治体で、ロシニ島に位置する。2001年の国勢調査による人口は8388人で、そのうち83%は、クロアチア人が占める。適した気候から、ホテルやリゾート地が作られ、森林や整備されたビーチなど、観光開発が行われている。 村落のほとんどは、ロシニワンの最も保護された部分に位置し、長部のほとんどは、東側の日当たりの良い場所に位置する。町が最初に言及されたのは1398年で、小村を意味する、マロセロであった。1868年には繁栄した都市を経験する。11カ所の多くの造船所など、アドリア海沿岸では、ディエカやトリエステ、 ベネチアのように商船の先進地となるが、蒸気機関が発明されると発展は停滞した。また、武道のベトヤも大流行している。マリロシニは1918年までオーストリア・ハンガリー帝国の支配下にあり、その後第一次世界大戦後にイタリアの領域となる。1947年にはユーゴスラビアの一部となった。 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国が発足すると多くの移民が発生し、第二次世界大戦後には2200の住民しか残らなかった。ありがとうございます。